私つい最近河野太郎デジタル大臣からお手紙来まして、2年前にですね、私が書いた河野太郎を批判する記事を削除し謝罪しろと、大臣がこんなことを私に言ってきたんですけれども、削除期限は昨日だったんですけれども、当然、言うつもりはありません。私が書いたですね、河野一族は中国共産党の犬と、その文言が犯人に触ったみたいで、大臣ともあろうものが元議員ですが今は一般人の私に目くじら立てて、小さいなぁと思っております。謝罪しなければ何をするっていうのは書いてなかったんですけれども、それじゃあただの命令ですよね。私は何の根拠もない命令にたとえ大臣といえども従う気はありませんので、河野大臣はご愁傷様でありました。ですが、2年前といえども書いた記事を削除しろ謝れっていうのは言論弾圧ですよね。大臣ともあろう者が国民の言論を弾圧してどうするんだって私は思いました。デジタル担当大臣がデジタル言論を弾圧してますよ。皆さんこれでいいんでしょうか。河野太郎が総理になったら日本終了という言葉がトレンド入りしてましたけれども、まさしくそうだなって、器の小ささは私に目くじら立って、お手紙送ってくることで、一目瞭然であります。